デンジャーラスランは2012年制作のアメリカ合衆国南アフリカ共和国合作のスパイサスペンスアクション映画作品デンゼル・ワシントンライアン・レイノルズ出演 PG-12 指定元 CIA 工作員トビン・フロストは組織を裏切ったため世界36カ国で指名手配され10年間逃亡を続けていた 南アフリカ共和国でフロストは未マイナス6の旧友から国費情報のデータファイルを受け取るが謎の追手の一味に命を狙われケープタウンのアメリカ領事館に逃げ込み自ら出頭する一方ケープタウンの CIA の隠れがセーフハウスでは各施設に一人配属される管理人通称客室係であるマットウェストンが才能を発揮できず不満を感じていた CIA はフロストをマットのセーフハウスに収監し、尋問を始めるが、直後に謎の傭兵部隊が施設を襲撃し、フロストとマット以外は全員殺されてしまう。突然の出来事に戸惑いながらも、マットはフロストに手錠をかけて連行し、施設から脱出に成功する。CIA 本部の指示で他の隠れ家へフロストを連行することになるマットだが、一方で、 フロストの話術によって CIA に疑念を抱き始める。そんな中、移動経路に選んだワールドカップ開催中のスタジアムでフロストは誘拐の被害者を装い地元警察を利用して逃走を図る。マットは高速から逃れつつフロストを追うが発砲する地元警察から市民を守るため反撃し警官を射殺してしまう。任務から外されたマットだが自力で フロストを捕らえるため単独行動を開始し、恋人にも別れを告げる。フロストは、スラム街に住む旧友と再会しにせの身分証を作ってもらうが、傭兵部隊に襲撃され銃撃戦となる。追い詰められるフロストだが、そこに行き先を突き止めたマットが現れ、フロストを援護する。銃撃戦の末、マットは傭兵の一人拘束すると雇い主が、CIA の人間であることを聞き出す。 傷の手当てをする間、フロストは自身の過去を語り、CIA も決して精錬潔白ではないことを告げる。マットは南アフリカ郊外の政府ハウスにたどり着くと、再びフロストに手錠をかける。移送部隊を待つ間に休息を取るマットだが、突然そこの客室係に襲われ、死闘の末に重傷を負ってしまう。マットは体を引きずって、フロストの元へ向かうと、 ケープタウンに現れた目的はデータファイルの入手であり、それには世界中の情報機関の汚職工作員リストが入っていることを明かされる。フロストはマットから手錠の鍵を渡されると彼をその場に残して去っていく。CIA は事態収集のため幹部のキャサリン・リンクレーターと同じく幹部でマットの上司デビット・バーローを南アフリカに派遣していた。しかし、 デビットは移動中にリンクレーターを射殺してしまう。隠れ家で目覚めたマットの前にはデビットが傭兵部隊と共におり、自身も汚職を行っていることを認めると、フロストの行き先を尋ねる。隠れ家に潜んでいたフロストは傭兵部隊を襲撃し全滅させ、マットの元に向かい一緒に移動しようとするが、傷が浅かったデビットに撃たれてしまう。マットは近寄ってきたデビットを射殺すると、 フロストから汚職工作員リストを託される。フロストはマットが正しい人間になることを望み、そのまま意見を引き取った。CIA 本部に帰還したマットは副長官に対し、デビットの悪行を記述した報告書を提出するが、副長官は国家のためにそれをもみ消すと語る。続けて、副長官はフロストが持っていたデータファイルについて尋ね、それを外部にもらわせば、 世界中の情報機関が敵になると脅すが、マットは知らないと嘘を吐き通す。CIA 本部を後にするマットは、汚職工作員リストをマスコミにリークすると、恋人がいるパリに向かっていた。制作費8500万ドルに対し、工業成績は2億800万ドルを上げた。批評家の反応は、かんばしくない。 映画批評サイトのロッテントマトズでは183件のレビューで評価は53%平均点は5.710である。また、メタクレティックでは36件のレビューで過重平均値は53100である。ありがとうございます。